いやー夜景綺麗でしたね、上ね。すごい綺麗でした。でもね、撮れたしね、ここも結構口説きポイントね。ほらロマンチックに車が流れてるでしょ。いやなんかやっぱデートだったらドライブとかしたかったな私は。ああ僕ねポルシェ乗ってるんですけど今メンテナンス中で。本当ですか。うん、嘘くさい。10年ぐらいメンテナンス中で。この顔嘘くさい。いやちょっとかっこいい車を撮ってもらいたいな。かっこいい車撮って、なんかこう車の軌跡をこうねライトがバーってなってる。あるこういうのあるじゃないですか。ありますあります。あれ撮ったらちょっと惚れ直しちゃうな。惚れちゃいます。惚れちゃう惚れちゃう。僕ちょっと撮っちゃいます。ちょっと撮ってみてはい。できるかな。これはね、こんな感じかな。いやー取れてますよこれ。これ心配だな、なんか。うわビッカビカになっちゃったよ。ひどい。アート。ひどい。アート。これはアートだよ。ひどい色決めそれは。まあいい、いわゆるアートかもしれないけど。でも線なってませんこれ。ギリね、ギリ。いやでももっとこう。ね、綺麗にパーってこう綺麗な赤い線とか白い線がこうクロスしてるとか、ね、そういうのがやっぱいいかなと。じゃあちょっと分かんない、やり方分かんない。もう一回ちゃんと学ぼうかな、ここで。そうしましょうか。じゃあそこにねちょっといいものを用意したの。あれ先生、いつの間にかいつの間にかあるよこれ。なんとこちらヴァンガードさんが今回のためにこのデートのために用意してくれたんです。ヴァンガードさんありがとう。ありがとうございます。これねカーボンでできてすげえかっこいい。かっこいいでしょ。しかもこれピストル型の。おおかっこいい。そんなになってるんですか。そうなんです。横から見るとこうね、こうここがすごくそれっぽい、うん、ピストル型の。かっこいい。僕のなってないけど。なってない。え、これカチャッとくっつけていいんです。いいんですね。こうかな。できた。よいしょ。もう撮ってるよ。いや撮ってないですよまだ。まずはですね、はい、ここをちょっと斜め下の方がいいのかな。これ場所をねちょっと合わせて。はい、合わせますね。でシャッタースピードを、はい、だいたいそうだな 10とかに一旦してみましょうか。はい。でその時10、ISO感度は下げます。 ISO 感度100ですけど。あ、いいんですか。それでいいです。それでいいですか。これで ISO が例えばさっきみたいに12800とかやったら真っ白になっちゃう。真っ白になっちゃうんだ。ダメです。わかりました。なので100とか200ぐらいに抑えておいてください。わかりました。そして今車流れているじゃないですか、はい、でなるべく流れてるところの一つ車にピントを合わせてからシャッターを切っていってください。ああ、車が来たら来たらそこにまずはピントを合わせてシャッターを切ります。切りました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 。これ待ってるやんですよね。はい、待ちます。静かに待ちます。静かに待つ。そう、振動とか第一番目。おお超かっこいい。超かっこいい。ほらあぴったりちゃんと景色はね普通になってる。先生もちょっとブレてる。うわでもかっこいい。これここのちょっと橋がね、橋がちょっと揺れるんですよね。揺れるんですよね。そういう時はちょっとじゃあシャッタースピードを遅めにしようかな。シャッタースピードどのぐらいにします。今じゃあせめて 8ぐらいとかにしようかな。8ぐらい。おーかっこいい。これすげえ綺麗。こういうの撮りたかった。どれどれ。こういうの撮りたかったっすよ。いいね、ちょっと明るい。明るいですねなんかね。背景の方が。うん、ね、だったらもっと位相を下げる。絞りを逆に上げた方がいいです。ほうほうほう。今な絞りどれぐらいで撮ってました F 値は 4.5 です。あ、じゃあそれをもっと上げます。上げる。数値を上げます。そうすると背景がもっと暗くなるはず。なるほど。こ
ここで調整をしてみましょう。これで、こんな感じ。あ、かっこいい。背景をちょっと抑えめに。やべ、押しちゃった。これで待ってしばし。おお、かっこいい。あ、いいですね。かっこいい。いい感じ、いい感じ。面白いでしょ。面白い、これは。よかった。こんな風にね、やる、ね。これ持てちゃう。車の奇跡が。うん、これは綺麗ですね。ここはまあトライする場所だけれど、もっと例えばなんだっけ、首都高とかね。いっぱいもっとね、そう、通ってるところだと、もっとこう奇跡の跡がバーッと綺麗に、かっこいいかも、アートのように撮れるので、これはいいです ね。一個この技を覚えとくと何でもモテちゃう。モテちゃう、モテカメラ、モテカメラ、モテカメラこれはいいんじゃないですかね。これでまた楽しいデートに行こうかな。次の行きましょう。もう今度はとっておきの場所あるんで、もっとロマンチックなとこあるから。もうゆりかめ先生もイチコロです。本当かな。じゃあ行きましょう。行きますか。忘れないようにバンガードさんからバンガードさんのこの三脚はそのまま置いといていいですかこれ。ダメダメ。ダメ。持って帰りますよ。持ってきましょう。じゃあ次行きます。じゃあ行きましょう。